皆さんこんにちは、こんばんは。店長のさけちゃんです。前回ですね、しばらくお休みをいただきますということで、ちょっとですねお酒を飲むのを控えて動画の投稿の方も休憩していたんですけど、で経過の方なんですけど、一時期より良くなったかなという感じで、一応動画の編集とかはできるようになりました。ただやはりですね、なんか原因不明の体調の悪さというのが残っていまして、なので同じようなペースというわけにはいかないんですけど、あまり無理のないように時々また再開していこうと思います。さてそれでですね、今回は体調が悪いということで神様に祈っていたんですけど、まずその様子からご覧ください。はい、まあそんな感じでですね、毎日祈っていたんですけど、まあそれは嘘なんですけど、さて今回はですね、こんな銘柄です。ゴッサム。大体ですね、ラベルというのはなんとなくこうその味を示しているというか、焼酎の中身を示しているんですけど、もうこちらに関しては本当にわけがわからないというか、これだけでは全くどんな焼酎かが読み取れませんね。まあとにかく怪しいみたいな、そんな感じの雰囲気しか伝わらないです。ではどんな感じなんでしょうか、レビュー行ってみたいと思います。まず開栓時なんですが、またですねこれ蓋のせいかなと思われるような、あまり良くない感じの香りですね。これはですね、もうなんか蓋見た途端あの匂いがするんじゃないかなと思ったんですけど、具体的に言えばですね、ちょっとロウみたいな、そういう感じの香りがします。でいつもですねこのタイプですね、プラスチックになんかアルミホイルみたいのが貼ってあるのが特に毎回悪いんですけど、もう本当になんか開けた途端分かるようになったんですけど、これはですね、まあ開栓時は本当に良くない香りがしますね。で大体この香りの傾向としては数日経てば消える感じがします。これを飲んだ翌日に今録音してるんですけど、まだですねこれは回復してないですね、本来の感じじゃないとは思います。ただしなんとなくの方向性は分かってきたんですけど、なんかスーッとくるようなフルーティーな感じの香りですね。なんとなく梅のような感じのフルーティーさだと思います。ロックにするとその香りはなくなりまして、甘み旨味を感じるいい香りになります。口に含むとまず透明感があります。強く広がる旨味に若干の香ばしさ、渋みもほどほどにありますね。苦味も少々あります。後味は少し辛口な印象で、味の引き締め方がなんとなく焼き芋焼酎っぽい感じがしますね。実際焼き芋焼酎じゃないんで、本当にあくまでイメージが焼き芋っぽい感じが、まあ、焼き芋じゃないですね、焼き芋そのものじゃなくて、やっぱり焼き芋焼酎っぽいような辛みのある味の引き締め方だと思います。余韻に芋のまったりとしたような風味が漂います。飲み口は紅芋焼酎っぽいんですけど、後味は黄金千貫の焼き芋焼酎っぽい感じがします。1対1の水割りにすると味がよく伸びる印象があります。紅芋っぽい優しさや、わずかに柑橘っぽい風味、旨味、コク、香ばしさもありまして、水割りはちょうどいい美味しさに思いますね。1対1のソーダ割りにすると柑橘感が強まります。苦味や香ばしさもしっかりとありまして、飲み応えもありまして美味しいと思います。焼酎3お湯7のお湯割りにすると清々しい香りです。口に含むと軽い甘みに気品高い風味、香ばしさ、苦味、あとですね麹らしいですね、ちょっと香ばしさも感じるような感じの風味があります。旨味や苦味、香ばしさ中心でちょっとドライな印象ですね。全体的な印象なんですが、これは安納芋と紅さつまのブレンドのようなんですが、どちらかというと安納芋の印象が強いですね。まあ、ブレンドとか長期熟成によっておとなしめにはなってるんですけど、それでも特徴的には安納芋の焼酎と言うべきかと思います。ただオレンジ芋にある人参のような感じはないとは思いますね。香ばしさなどは島安納にも似ているところはあるんですけど、こちらの方がですね
後味のドライな印象が強いかと思います。入手の方なんですけど、これはですね、黒揚げ破壊会員の店じゃないとまず置いていないかと思います。黒揚げ破壊の焼酎自体取り上げるのは2回目なんですけど、本当にですね、名前とかですね、ラベルのインパクトが強すぎてすごい癖が強い感じなんですよね。でも味の方はですね、そんなに変な感じじゃないですよ。変わってる感じじゃないんですけど、紅芋、安納芋、ブレンド、長期熟成、このスペックの焼酎よく考えたら全然飲んだことないんですよね。だいたい紅芋と安納芋のブレンド自体が飲んだことはないんですよ。なので変わってる作りはしてるんですけど、風味が変わってるわけじゃないですね。これはですね、ナマズなどで有名な上酒造さんの商品となります。本当怪しい焼酎でしたけど、そうですね、そのラベルからあの香りはなんとなくこんな感じするんだろうなっていう雰囲気ありますけど、それはでも数日経てば消える予定なんで、食べると本当に中身のイメージがギャップ激しいですね。では今回のレビューは以上で終わります。ご視聴ありがとうございました。